はい、皆さんおはようございます。和道です。今日はですね、2019年の2月の14日、バレンタインデーですね、木曜日です。今日は朝の6時です。今はよろしくお願いします。今ね、なんかね、夜中寝てたんだけど、金梅さんからね、起こされて、電話で。で、金梅さんとキャスバーで飲んでましたね。ひどんなさんもいて、で、ドレさんもいて、で、ドレさんがタクシーで迎えに来てくれて、で、まあ、1、2時間軽くキャスバーで飲んで、で、その後ラーメン屋に行って、で、今解散して、もう寝れないんで、枠開きました。よろしくお願いします。ニンニンおはよう。よろしく。アナーキーさん、お茶バカありがとうございます。おはよう。金梅さん、すごいね。今月、プレミアムリスワンっていう、ふわっちでイベントをやっていて、閲覧数が一番多い、月間で一番閲覧多い人が、運営さんから200万円もらえるっていうイベントをやってるんですよ。で、それでやっぱり、負けたくないって言ってて、お金が欲しいわけじゃなくて、やっぱり配信で閲覧一番あるのは自分だっていうのを証明したいらしくて、そうバレンタイン送らないと誰に。で、まあそれで今頑張ってて、で結構頻繁に連絡とかくれてて嬉しいよね。ツバニャンとかもやってるね。ツバニャンが今2位かな。で、まあ、閲覧少しでも貢献できたらいいなと思ってますね。やっぱ、金梅さんに撮ってほしいよね。金梅さんに。俺にバレンタイン？バレンタインチョコアイテムちょうだい、じゃあ。バレンタインチョコアイテムちょうだいよ。大丈夫だよ、俺は。チョコとか。ありがとう。今日ね、昼間から仕事なんですよ、珍しく。日中は、夕方まで仕事かな？ちょっと映像の撮影の現場に入らないといけなくて。今日は、この後仕事ですね。まあ、昼前ぐらいまでは放送できるんで、もしかしたら、ロードワーク行くかもしれないし。Amazon ギフト券ありがとう。待ってるよ。Amazon ギフト券は欲しいものリストに載ってるんでね。ありがとうございます。カリンさん、コンティニューコインありがとう。おはようございます。おはよう。やっぱね、自分がずっとね、金梅さんはトップでやってきた人だから、やっぱ取りたいんだよね。気持ちすごいわかるし、俺も金梅さんにナンバーワン取ってもらいたいなっていう気持ちあるから。過疎生主だからさ、あんまりどれくらい力になれるかわかんないけど、答えていきたいなと思ってるね。この曲はね、配信者のね、クソカスカオスさんが作ってる曲ですね。ちょっと BGM のセンスがかっこいいからね、カオスのね、曲を使わせてもらってますね。もちろん本人には許可取ってあるんで。本人から使っていいよっていう風に言っていただけてるんで。かっこいいよね、センスあるよね。おはよう。おはようございます。よろしくお願いします。
おはよう。まあおはよう。ちょっと画面切り替えるね。パスワード打つから。今のはね、ドクター M さんっていう方と今月末に写真のコラボレーションしますので、もしよかったら見に来てください。多分ね、ふわっちの方で配信すると思います。もしかしたら場合によっては、ツイキャスの方で回すかもしれないですけど、まだ不確定ですね。これ BGM は聞こえてるよね、リスナーさんの方に。大丈夫だよね。あーちゃんめぐおはよう。今日もかわいいね。おはよう。おはようございます。おはようございます。楽しんでってください。音が聞こえてる？大丈夫？よかったよかった。今のうちスマホ充電しておこうかな。スマホの充電がないと仕事に支障出るんで。LINE、 LINE 来た。バッチリ聞こえる。ありがとう、教えてくれて。ああ、了解、今確認しました。ありがとう、ニーニー、ありがとう。充電充電。うん、いつもありがとう。すげえ嬉しいよ。ありがとう、支えてくれてありがとう。感謝です。うー寒い。商品は空気読めなくなるから、そうね。いや嬉しいんだよ、本当は全部受け取りたいんだけど、この部屋物に溢れてるし、ぶっちゃけた話さ、その使わないものをいただいても捨てちゃうことになったらお金の無駄じゃん。一番いいのは商品券もらうのが一番ね、本当に機材とかに回せるからありがたいんだよね。正直言うと物だとさ、ほら好みとかあるでしょ。使わないものをいただいちゃうとさ、あれだからさ、もったいないから。それでね、お断りしてる。プレゼントね、たくさんいただくんだけどね、まあね、配信とかで必要なものは告知でこういうものが必要ですっていうのはリスナーさんに伝えていってるからさ、難しいよね、なかなかね。ご好意はね、ありがたくいただきたいんだけど。買わないものだと逆に失礼かななんて思って。
金梅さんもすげえよな、閲覧モンスターだよな、本当に。お化け大丈夫だった？すげえ怖かったけどね。俺霊感自体はないんだよ、昔から。ただね、なんか霊感ある人からするとすっごい取りつかれやすいんだって。ロハコさんとかも言ってたし、昔からそれは言われてる、取りつかれやすい体質だよって。あ、これ、このパーカーは3000円か4000円ぐらいだよ。うん、もういつもこれ着てるからね、結構バカにされんだよね、みんなに。なんで同じ服着てるんですかって。いや、金がなくてこれしか持ってないだけだよって言ってんだけど。でも気に入ってるんだ、ずっと。ジャック・ダニエルかっこいいじゃん。サイズはこれいくつだろう、サイズいくつかな。欲しいものリストに入れとこうか。ちょっと待って、サイズ、まあまあ、わかんないかな、今。サイズ、リストに入れていいの？え、だったらさ、だったらさ、今さ、自分が欲しい服入れていい？あの、他のデザインで入れてもいい？うん、パーカー、パーカーで、なんだろう、なんだろうな、だったら何がいいかな。パーカー。でも服はいいかな、別に。服はいいや、やっぱり。は大丈夫だよ、気に入った服何度も着ちゃう。そうそう、で、何が怖かったかって、閲覧500ぐらいあるじゃん。ってことは不特定多数の人が500人見てるのに、コメント欄がずっとみんな同じなのね。声が聞こえた、声が聞こえたとか、左左左とか、左に女女女とか。それがすごい怖かった。ポンタさん、おはようございます。怖ーと思って、めちゃめちゃ怖かったね。なんかリンクしてる、要は霊感ある人は同じものが見えてるわけじゃん。5、6人のその霊感私あるって言ってる人がずーっと同じこと言うんだよね。それが怖かったね、めちゃめちゃ怖ーと思って。やっぱ見える人には見えてるんだね。見てた？そう、俺はさ、霊感ないからさ、わかんないけど、
やっぱそういうのはみんな同じように見えてるんだなっていう。それがバラバラだったらいいじゃん。右左とか上上とか言ってバラバラだったらさ、ああそんなもんかって幻覚でしょうって言うけど、みんなビタビタに合ってんだよ、ずっと2時間ぐらい。ってことは見えてるんだろうね。右行ったよって言ったらみんな右行った右行ったって同時に書くもんね。あれはコメント欄を見ないとね、生放送で見てないとあの怖さは分かんないよね。なんかね、映りやすいんだよね。だから関慎吾さんとコラボした時もがっつり女の人映ってるし、多いんだよね。そのこの部屋でも何回も映ってるんだよね。普通の雑談してても霊が映る時は映るらしい。今はなんかもういないよって言われてるけど、不思議だよね。老人ホームで夜勤中にたまに黒い影見かける、怖っ。めちゃめちゃ怖いじゃん。怖っ。そういうことあるんだね。でもなんか俺霊で不思議だなと思うのがさ、なんだろう、なんで昔の人ばっかり着物を着てるとか落ち武者とかばっかりで、なんかあと服着てるのもよくわかんないし、なんで裸じゃないんだとか、なんでそのテンプレートばっかりで、ガングロギャルの霊が見えるとかあんま聞かないじゃん。ヤマンバギャルとかさ、大阪の虎柄のおばちゃんの霊が見えるとかあんま聞かないじゃん。でもあと俺もっと気になる縄文人の霊が見えるとかさなんかそういうのはなくて、なんでそういうなんかテンプレートの霊ばっかりなんだろうって。いろんな人がいるでしょうって。オカマの霊とか聞いたことないでしょ。新宿2丁目で有名だったオカマの霊が見えるとかさ、それがね、なんか俺は納得いかないんだよね。もっといろんな人いるでしょうって、いろんな人が亡くなってるんだからって、よくわかんないよね。動物、そう動物、あでもキツネとかだよね、言っても。もっとね、ハムスターの怨念とかハムスターが2体ついてます右肩にとか言われないもんね。スズメの赤ちゃんの、スズメのヒナの霊がついてますとかさ、なんでキツネばっかりなんだよとかさ思わない？ダックスフンドとかさ、いろんな犬がいて、いろんな猫がいて、いろんな動物がいるわけじゃん。カメレオンの霊がとか聞かないよね。ねえ、ハムスターの霊だったらついてていいよと思うよね。全然何の問題もないよっていうさ、不思議だよね。何なんだろうあれは。でインスタ映えが半端じゃないよね。何なんだろう。なんかそういうところでね、俺はね、嘘くせえなってなっちゃうんだよね。ないわって。亡くなってから49日以内なら霊感がないでも見える。はあ。
でもさ、ポンタさん、人間が一日何人死んでると思ってるのよっていう話を。え？な、100万、え？年間100万人ぐらい死んでるわけでしょ？ってことは一日何、3万人ぐらい死んでるわけでしょ？めちゃめちゃいるでしょ？多分東京とかだったら。って思わない？ 49 日間だったら結構何十万人っているわけでしょ？錯覚っていうか、俺は怨念はあると思ってんの。要はね、俺は霊はいないけど霊力はある派なの。要は気とかオーラとか統合失調症とか病気で言ったら、要は幻覚を見ることはあると思ってんのね。人間が幻覚を見る、つまりさ、例えば大好きなお父さんお母さん兄弟恋人子供とか亡くしたら、それはさ夢に出てきたりさ、幻覚で、俺当時好きだった彼女と別れて初めて付き合った子、2ヶ月間ぐらい声聞こえてたことがあったの。だからそれは分かるのよ。別に死んでもない彼女なんだけど、好きだったからずっと声が聞こえちゃってたりとか。だけど霊はいないだろう、さすがに。いや、だからそういうのを統合失調症っていう概念がなかった頃に、そのまあ日本の祈祷師とかが、まあ霊っていう概念を作って分かりやすく説明したんだと思うけど、俺でも不思議な体験はいっぱいしてるの、子供の頃から。要は自覚がないけど引き寄せやすいみたい。ああセフィア、おはよう。あとつ、自覚はあんまりない。配信魂っていうか、まあだから起きてる時間は、配信できる時はずっとやってるよ俺は。昨日は13時間やってたからな。だって今寝たら仕事行けないもん。今日仕事だから。昼から仕事だし、やっぱりね、配信好きだから。配信魂ってもんでもないよ、もう腐れ縁みたいなもんでさ、やってたいんだよ、好きなんだよ。好きなの、配信が。みんなと喋ってさ、楽しいじゃん。おしゃべり昔から好きだったから、楽しいよ。みんなとわちゃわちゃ、ああでもないこうでもないって言って、好きなの、そういうライフスタイルが。まあ寝るだろうね、普通疲れてるもんね。じゃあ夜中さ、今日昼間仕事が早めに寝て、寝てる時に起こされたんだよ俺、電話で。でキャスバー来てって言われたから、行きますって言って、ぐっすり寝てた。珍しいと思ってさ、金梅さんから誘われることなんかないじゃん普段。誘われないもん普段。いやでも金梅さんも2月入ってからずっと18時間配信してるって。そうだよ、金梅さんの枠にいたんだよずっと、ひどんなさんと。あー、クリックさんおはよう、どうもどうも。ほら特にさ、俺なんかさ全然稼げてないから今、あの本当に生活かかってるんだよ。本当家賃も払わないといけないさ、花火も一日全然上がんないから、なるべくさ花火もらえるんだったらもらわないとさ、生活かかってんのも食っていけないよ。でやらないとダメなんだよ。友チョコありがとう、相手もありがとう。そうそう、ただ生活のためってだけだよ本当に、それだけ。ねえ、やっぱりチャンスはね、あの拾っていかないとダメだから、自ら。最低まあ1日1万円稼げたら、まあ生活は余裕でできるし、ちょろっとお小遣い、まあ機材買おうかなとか、まあ、30日間はあるわけじゃん1ヶ月平均すると。でまあね、ぶっちゃけた話30万あったら、まあ月1本機材とかのメンテナンスとかさ、
新しい古くなった機材とか買い替えたりとかできるから、うん、やっぱ日当1万は稼ぎたいよね、一生懸命やってるわけだから。でも花火投げる人もどん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 減っちゃってるんだよ、もう。そう、本当に辛いよ。1日2000円3000円とかだったらね、なかなかうまくいかないよ、生活ができないよね。頑張っていかないと。だからもう食うためにやってるよ、本当に。生き抜く手段っていうか。あー、ありがとう、匿名さんから花火いただきました。花火ありがとうございます。しかもクール花火ですね。クール花火ありがとう、クール花火ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、サンキューです。音出なかったんでもう一回、クール花火ありがとう、匿名さんありがとうございます、ありがとう、サンキューです。あ、ツイキャスの方もお茶爆タイムなんで、お茶爆よろしくお願いします、ありがたく頂戴します、ありがとう。税金、交通費、維持費で都内なら最低20は必要。まあまあ20万が目安だろうね。東京は最低賃金換算すると約22万か、22万は稼がないと、その生活保護の方が生活水準上回っちゃうとか言われてるよね。あー、ハチさんいらっしゃい、よろしくお願いします、ありがとう。でも珍しいなと思って、金梅さんから呼んでいただけるなんてあんまりなかったんで、よろしくお願いします。金梅さんから来てくれたんですね。すいません、全然面白いこととかできないですけど。お茶バカありがとうね。お茶バカありがとう。うん、やっぱ嬉しいよね。あの、大手さんにね、あの、レジェンドだからね。鮫島さんとか、よっさんとか、金梅さんとか、みどりさんとか、ねるさんとか、やっぱあの辺の大御所に呼ばれたら、なるべく行くっていうのが、うん、俺の考え方かな。うん、同時配信ですね。僕はツイキャスとフワッチ同時配信最近ずっとやってますね。はい、ワド監督っていう小手半でやってます。ひらがなでワド、漢字で監督、ワド監督で、あの、全てのアカウント出てきますね。まあノルマ厳しいけどしょうがないよ、人気がないんだもん。バレンタインチョコありがとう、アイテムありがとう、バレンタインチョコありがとう。ツイキャスの方はね、全然仮想だけどね、俺はね。フワッチの方が人は全然多いかな。たくさんありがとうね、アイテムね、ありがとう。あ、ありがとうございます。ありがとう、うん。フットワーク軽くて、家から近いんですよ。僕、西新宿に住んでるんで、キャスバーだったら本当に歩いて20分。で、ドルさんが迎えに来てくれて、タクシーで。もう家の前にいるから来いよって言ってもらえて、すぐ歯磨いて用意して行きましたね。沼はフワッチの方が向いてるかもしれない。まあまあ、サイトによってね、合う合わないはあるよね。うん、こっちのサイトの方が閲覧集まるとか、こっちの方がキャラがハマってるっていうのはあると思うよ。ツイキャスはね、陽キャのなんかパリピっていうの、なんかイケてる人たちの方が人気が出るからね。家近いですよ、僕は。あの、都庁の方なんで、西新宿っていうところなんで、全然新宿とかだったら、あの、すぐ動けるんで、近いです、近いです、すごい近いですね、うん。お疲れ様ですね、はい。楽しかったっすよ。嬉しいっすよ、やっぱり。可愛がってもらえると。ツイキャスでなんかキラキラ感あるよね。ふわちゃんなんか沼っぽいっていうか、こうドロドロしてるとか、なんか人間味あふれてて、キチガイっぽい人の方が人気があるね。パリピン気だね。そうだね。俺もそう思う。
ちょっと、平沼ヨーダ和子さん、ちょっといい加減にしなさい。あなた警告だよ、警告。警告ですよ。ちょっとタバコ荒らしやめてね。あなた警告ですよ、警告。ダメだよ。人の枠荒らしたら。キラキラのんちゃんじゃないの。あなたね、金梅さんの枠でも荒らしてたでしょ。ダメだよ。人の枠荒らしたら。マナー守りなさいよ。恥ずかしい。ねえ、金梅さん1位取ってもらいたいよね。金梅さん1位取ってもらいたい。それ忘れてたじゃん。返せ返せって言うて。ワドさんが反省するならのんちゃんは許します。書いてなかったじゃん。そうだよ、お前ブロックだよ。お前ブロックだよ。お前ブロックだよ。この前言ったら本当に警告だから。これが本当のリコね。こっちが本当のんちゃん。コンティニューコインありがとう。サンキューです。いやーもう、いやもう警告しますよ、ちゃんと。ダメだよって。誰だじゃないよ。本物の方だよ。ふわっちはリスナーマナーも、あーでも沼多いね。特に俺の枠は、かわいいかわいい沼たち、沼リスだからね。確かにふわっちは沼リスナー多いかもしんないな。ツイキャスはなんか普通のコメント多いもんね。また来たよ、もうしつこいんだよ。ほんとに。いや、ニコ生勢がドカッと入ってきた時にこうなったね。ニコ生がね、ニコ生勢が来る前はすっげえいいサイトだったんだよ。もともとのセフィーとかもあれでしょ、ニコ生から来た流れでしょ。ニコ生民に見つかってない頃のふわっちはほんと楽園だったよ。本当にね、礼儀正しくてアイテムも投げてくれて。ニコ生民が荒らしてこうなっちゃったんだよ、ふわっち。もともといいサイトだったのにもったいないよな。いや結局ね、数字に目がくらんだんだよ、数字に。ニコ生、ニコ生っぽい人数は多かったから、ニコ生の勢がドカッとリスナーも入ってきて、で囲い込もうとしてね、やっぱニコ生の雰囲気に飲まれたんだよね。そう、ニコ生勢だよ。ニコ生っぽいじゃん。でもね、このニコ生勢は荒れるから良くないんだよ。結局ニコ生それでダメになったからね。ドワンゴはもう赤字、大赤字だね。53億の黒字から何億っつったっけ、30億ぐらいの赤字とかになったからね。やばいよ。で、ドワンゴと要は共同出資で共同経営みたいな、ドワンゴ角川みたいな対等な関係だったのが、角川の下の会社扱いに変わった。で川上さん首っていうか、まあ何、代表取締役から退いてるから、事実上のお前もこんなの許されないだろうっていう、もうだから角川グループの方激おこだよね。いや俺らの利益食いやがってっていう。で夏野さんが就任するのかな、アイモード作った人が、うん、川上ね、川上会長ね。ですから IT 革命っていうのは、そもそもニワンゴっていう会社はなんだかよくわからないサービスを作ることによって、新しいコンテンツ、若い子たちのコンテンツを作るっていうのが売りだったんですよ。こういう喋り方なんだ
カバンゴ。まあもうニコ生はダメだね。もう本当にダメだね。もう全然。いや面白いよね。カバンゴ似てるでしょ。気持ち悪い動き表現者。ああ、あの、あれね。あの、宮崎駿に怒られたやつね。あれ、くっそ面白かったけどね。神回だよね。上場企業の、あの、ファウンダーが、アニメーション作ってるおっさんにガチで怒られるっていうね。ボタンさん、おはようございます。よろしくです、今日も。ありがとう、お茶爆ありがとう。ありがとうございます。宮崎監督に怒られてからずるずる落ちていって気がする。いやいや、うん、あんまりそこではないかな。イメージ商売ではないから。単純に売上高がもうクソ悪くなってるっていう。もう大赤字状態だから。まあ経営失敗だよね。しょうがないよ、あれは。あれはダメだよ、あの経営スタイル。だってユーザーライクじゃないもん。ユーザーが求めてるものをニコニコ生放送は作れてないから、今。ニワンゴは。もうなんか、なんだろう。良くない文化に変わったよね。っていうか、まあ YouTube に負けてるんだよね。もともとゲーム実況とかさ、VTuber とか、歌ってみた踊ってみたとか人気コンテンツあるじゃん。全部ニコ生発生なんだよ。でもその有名人たちは全部 YouTube やってるでしょ。ニコニコ生放送やってないじゃん。みんな YouTuber になっちゃった。あの人たちを囲い込まないといけなかったの、本当は。ニコニコはだってもともとニコニコの生主たちなんだから、それが全部持ってかれたんだよ。柴田だってヒカキンだってもともとニコ生主だよ。ダメだったんだよ。いや、あの、お金を払わないっていうことを徹底してたから。他のサイトはお金を、要はコンテンツホルダーっていうんだけど、あの、要はお客さんを持ってる、視聴数が集められる人、コンテンツホルダーっていう、俺らのことね。コンテンツホルダーはお金払わないとダメなの。だって稼げるんだったら他のサイト行くじゃん。稼げるサイトに。ダメだね。オタク感、ダメだね。ダメ、オタクのダメなところ、オタクが新しい文化クリエイトしていくところはかっこよかったんだけど、だけどもうただの本当の気持ち悪いオタクしかなくなってるからね。おはようございます。だから良くない。もう見る理由がないよね。だって今はもうパソコン勢じゃなくてスマホを持ってる普通の人が見るサイトを作るべきなのに、時代に乗り遅れちゃったんだよね。一部のオタクだけを囲い込んでもダメだよね。コインありがとう。うん、いや離れてくでしょ。だってさ、1ヶ月間さ、こじきこじきって言って口座さらしてぶったたかれて文句言われて、こっちがお金払って配信サイトやって、で何にもならない。でふわっちに来たらさ、あの配信つけてるだけでさ20万30万もらえるんだよ。どっち選ぶよ。ツイキャスだって今稼げるんだもん。ただでできるんだよ。スマホ1個あればできるんだよ。絶対にさ稼げるサイト選ぶでしょ。 YouTuber だって、うん、お茶爆ありがとう、いや面白い人はもともといたんだよ。京一郎だったりとか、これこれ石川紀之、桃七、ティロフィナーレ香川、だって金梅さんもそうだし、あと有名どこ百花繚乱とかさ、あと千本桜の人とか米津玄師とかさ、キャリーパミパミとかもうVTuber のね、あの初音ミク系とかも全部そうでしょ。全部ニコ生からなのに、もう億万少女はバンバン、ヒカキンだってもともとニコ生主だよ。全部持ってかれてんじゃん、
他のサイトに行ってって、他のサイトやった方が儲かるんだ、うん、そう囲い込まないダメな運営は。要は運営さんは面白いものを作れなくて、コンテンツを作る人、コンテンツホルダーがコンテンツを作るわけじゃん。要は俺らなんだけど。で、だから運営さん、コンテンツホルダー、配信者とか VTuber とかね、あと動画職人とか、運営、コンテンツホルダー、リスナーの順番なの。エンドユーザーって言うんだけど。そう。野田ですら離れたし、緑さんですらね、離れたから。だから運営さんは、エンドユーザーを囲うためにはコンテンツホルダー、要は配信者、優秀な配信者を集めるゲームをしないといけないのに。で、集め終わったら囲い込み、要はこの人たちを食わせるっていうのはどこでもやるのよ。Google ですらやってるわけだから。そう。やっぱり食えなくなったらコンテンツなんかできないでしょ。だってみんなアルバイトしながらとか最初はやってたけど、そんなんいつまでも続かないよ。七原くん引退したでしょ、もう。もうやってないんじゃないの？噂全く聞かなくなったよ。七原くんがいい例だよ。七原くんを潰しちゃうっていう。七原くんだって実際裏っ引きしてたわけじゃん。あんだけ裏切らない、俺は無課金でやる、リスナー大事にするっつってでも、やっぱ食うためにはリスナーから金引っ張ってたわけでしょ。だから、ああいう才能のある七原くんみたいなのを潰しちゃうサイトなんだって。でしょ？だって七原くん面白いんだから100万200万稼いでいいと思わない？みんな。俺は思うよ。七原くんが別に月200万稼いでも全然俺はおかしいと思わない。いや、頭固いんだと思うよ、単純に。うん、ああ、そうなんだ。久しぶりツイートして。もう怖くなっちゃってるんだろうね。人気なくなったらどうしようって怖いんだと思う。普通に帰ってくればいいんだよ。ふわっとかでやればいいんだよ、七原くん。もう堂々と、小じきキャラクターになればいいんだよ。開き直って。面白いことやってるのは確かなんだから。うん、まあ、100万余裕で稼ぐだろうね、七原くんは。それこそね、FX とかやればいいんだよ、七原くん。人気コンテンツなんだから。もったいないけどね。俺は大歓迎だよ。稼いでる七原くん全然ありだよ。いや、稼ぐことが悪いっていう風に考えてるのは日本人だけだからね。本来稼ぐことは資本主義社会ではいいことなんだけどね。お金稼ぎイコール悪いイメージがついてるから。俺は優秀な人には優秀な額、うん、対価を払うべきだと思ってるけどな。金稼いでるイコール悪いやつみたいな風潮は変えないといけないと思うけどな。それってもう資本主義の根本の否定だからね。ダメだよね。皆さんもしよかったらフォローしてください。あと、もしよかったら延長とかにお金かかってるんで、お気持ちだけでもアイテムいただけると嬉しいんで、フォローとアイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日もね、俺もね、最近ね、配信で食えなくなっちゃって、バイト生活になっちゃってて、今日も現場に行かないといけないですよ。うん、ね、面白いよね、こすり倒したコンテンツでもね。やっぱりリスナーからすると面白い人はね、ずっと見たいもんね、毎日見たいもんね。もったいないよ、うん、フォローありがとうございます。フォローありがとう。まあ難しいところだよな。人気商売だからね、いつまでも人気が続くわけじゃないっていうのはね、何人も見てきたもんな。人気な人が辞めていくの、絶対に辞めないと思ってた人も辞めていくから、結局長く続けた人が勝ってるからね。ただそれだけなんだと思う。継続は力なりでさ、継続していく人が勝ってるっていうか。ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました。ありがとうございます。匿名さん、ありがとう。ありがとうございます。パフェありがとう。パフェありがとう。うん、いやだってバイトしないと生活できないもん。だって俺1日3000円とかだよ。10時間配信やって3000円とかだよ。月収9万円とかだよ。それじゃ、うん、食っていけないよ。バイトしないと家賃も6万かかるんだもん。うん、
そうだよ。七原くんはあのお金裏っ引きしてるのがバレてからもうすっぱりやめてるよ。去年からだよ。だからそんなもんなんだって。あれだけ七原くんすごい、七原くんすごい、七原は神って言っててもリスナーなんてすぐ忘れちゃうっていうのは俺よくわかってるから。6年やってるってさ、そんな人5万と見てきたから。だからダメなんだよそれじゃ。やっぱりこの人のコンテンツを守りたいっていうか、見て面白い人にはお金払うべきだと思うよ。そうした方がリスナーさんにも得だし、もちろんお金に余裕のある人はお気持ちを置くだけでいいんだよ。バーガーとかさ、ねえカムバックしてほしいよね。ねえ天才なんだから、面白い人にはやっぱ稼いでもらいたいし、普通に配信に集中してもらいたいよね。あんだけ面白いさコンテンツ作れる人なかなかいないよ。笑い取るのって難しいからね。お笑い芸人とかでも売れる人なんか一握りじゃん。生放送でもやっぱみんなに笑ってもらうってすごい大変なことだよ。俺は笑い取れるタイプじゃないけどさ、なんかこうダラダラ喋ってるっていうのが得意なタイプだけど、まあよっさんがね七原くんの名前出すとやっぱ過剰反応するっていうのがやっぱ評価だよね。キングもよっさん、帝王も恐れてる存在だっていうのがリアルなところなんじゃないの、いやそう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 、台本でもいいんだよ。面白かったら、面白いやつは勝ちだよ。俺も同意見、ナナちゃんと本当にそう思う。面白かったらいいでしょうっていう、台本だろうが。台本書けるってことは脚本もできるってことなのがすごいことでしょ。変な文化なんだよ、台本だとか無課金は正義とかさ。俺はそういうのは良くないと思ってる。評価するところは評価してあげないと潰れちゃうよ。ニコ生のね運営とリスナーが何人の面白い配信者潰してきたかさ、何人ダメにしてきたかもう数えきれないでしょ。おはよう。お久しぶりだね。おはよう。いやー認めるでしょう、あの閲覧数は。あー行ってらっしゃい、また来てね、ありがとね。俺も後で仕事行きます。頑張ってください。まあ厳しいところだよな。ひどんなさんの手作りのなんか美味しかったよ。食べようかな、後で食べようかな。すげえなんかお菓子も作れるんだねひどんなさん。女子力高えな女子力高い。あーサタンおはよう。うん、朝からごめんなさい。男性にメイクラブ誘われないのはなんでですかね。あった印象ズバリ言っていいですか。ズバ本気で言っていい、本気で言っていい。俺サータンに会って素敵な女性だなって思ったんだけど、なんでメイクラブ誘われないか、もう会った直の感想言っていいですか。隙がない、あの口説きづらいっていうか、隙がない、なんか相手にされなさそうっていうオーラが出てんの。なんかなんだろう、もっと隙を見せてもいいし、なんだろうな、うん、そういう印象だった。隙がないっていう感じだったね。なんかそんな感じ。もっと積極的にっていうか、なんか言ってもいいのかな、なんかこうなんだろう、ちょっと近づきがたいというか、口説きづらいというか、なんか相手にしてもらえなさそう感がすごいあった。あ、なんかこの人なんかなんて言うんだろう困っちゃう、枯れますね。すごい綺麗な人で、すごいスタイルも良くて、サータンね、いやワンチャンアバンチュール、パコれるならパコりたいけどね俺はサータン、はいおはようございます。コロさんいらっしゃい、なんか知的なこう品のある人だから、なんか下品なこと嫌いそうっていう感じじゃないわかんないけど、おはようコロさん。
みーすけおはよう。なんか久しぶりじゃない？なんかみーすけ全然最近絡んでなくない？何？浮気してるでしょ、みーすけ。なんか最近冷たいよね。全然俺の放送コメント打ってくれないし。男できたか。これあれだな、みーすけ他の配信者にメロメロになってるパターンかもしんない。俺はもうショックだよ、みーすけが全然絡んでくれないから。なんでだよ。うん、今日はね、あのラーメン今胃袋に入れちゃってるからトレーニングは無理で、で11時ぐらいから俺もう現場に行かないといけないので、ね、今日撮影の現場があるから、仕事があるから。40度、今流行りのインフルエンザじゃん。大丈夫、俺があの人肌恋しくなったら俺があの温めに行ってあげるよ。あの俺今もうあのフリーだから、うん、オフパコできる男だから呼んで、うん、裸で温めてあげるから。インフルではないんだ、うん、もうあのテルチャンピンを見習ってあのオフパコの鬼になるから。俺アグリンモテそう、なんかあれじゃん、すぐやらせてくれるかどうかだと思うよ。なんかね、なんだろう、くどいたらやれそうかどうかな。なんかくどいて振られたくないじゃん、恥かきたくないじゃん男って。アグリンってホテル行こうっつったらいいよって言いそうじゃんでアグリンに嫌だって言われても別にっていう感じが、なんか綺麗な人に相手にされなかったら嫌だからね。サーちゃんモテるでしょ。いやもうオフパコの鬼になるよ、オフパコの。もうセックスレスだからね俺は。セックスレスからののんちゃんに振られるパティーンだから、もう俺は成獣になるから。もうすごいよ、今年は俺のセックススキャンダルだらけになるから。覚悟しておいて。子供今年7人ぐらい作ってやろうと思ってるから俺はもう本当にもう成獣とかすから。成獣、もうここにいる女性全員パコるぐらいの覚悟だよ。全員パコってやろうと思ってるから。ナナちゃん、サータン、ミースケ、ノリコ、もうノリコもありだから、マキロン、まあもうバンバンやるよ。ここでコメント書いた女は全員妊娠させるから、その覚悟で俺のことを見てください。全員俺の子を産む覚悟で、いや俺あれだから、セックス下手じゃないから、意外と上手だから。意外と、いやー、なんでコメント書きづらくなるって、なんで。マジかよ、3センチのマグロとかやめてそうっすよ、チェックしてますから。あのパソコンが結構便所さんに負けないシステムだよ。1台2台3台で、スマホもひどい時スマホここにクリップするから、だんだん便所さん仕上がってきましたよ。お茶ありがとうございます、便所さん。やっぱね、あの、配信者はね、モニター4台、5台ないといけないわ。もうカチャ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 っつって。監視してますよ。監視してますよ、もちろん。あ、ていうか、便所さん大丈夫なんですか？逮捕者2人出てません？え？達彦と鶴之進逮捕って、なんか原田さんの
そうですね、 PC ですね、古いもうモニター用というか見る用のパソコンっていう、パソコン分離した方がなんか中で音回ったりとかトラブルが少ないんでパソコン分離しちゃってますね。え、逮捕者何人2人出てて、え、これ出すんすか、 どうするんすか、辰彦と鶴之進。まあ多分6月には出てくると思うけど、今あれなんですよ、ツイキャスの方に弁当さんがコメント書いてくれてるんですよ。あ、ワドツです、 M 君いらっしゃい。あ、大丈夫なんですね、なるほど。まあまあ試合までになればいいですもんね。さすがだよな、捨て頃終わってから逮捕者出るパターンは多かったけど、今回あれだもんな、捨て頃前に逮捕だもんな、結構異例だよな。意外とみんなやんちゃなんだよな、うん、ドンさんいらっしゃい。そうだよ、今年はもうオフパコしまくってやろうと思ってるから。もう、あ、ツイキャスの皆さん、お茶爆タイムです。お茶爆50とお茶爆100よろしくお願いします。ふわっちの人は延長料金お願いします。お気持ち延長代ください。捨て頃前波乱だよね、今回ね、今回はね、波乱波乱波乱ですよ本当に。まあまあね、まあ当日にね来れればいいわけだからね。さすがに人殺したとかじゃないし、鶴之進絡まれたわけだしね。ありがとうございます、よいこさん、バーガーありがとう、延長代ありがとうございます、ありがとう。波乱だよね、意外と俺ね、あの前科者のイメージついてるけどね、意外と配信始めてからクリーンにやってるからね、捕まってないんですよ。警察だったとこもほとんどないし、炎上とかもほとんどないんだよね。そう、配信つけてからは気をつけてるんだよね。昔は結構なんか逮捕されたりとかあったけど、嫌なんだよね、なんかやっぱ一応ねパブリックな空間だから、あの社会的な影響があるわけだからね、そこは気をつけないといけないです。初見です、本当に監督みたい。ああ、ありがとうございます。映像やってますよ。はい。どういうの作ってるかって、映像作品、こういうの作ってますね。今、これもう、だいぶ前、3ヶ月ぐらい前の映像作品なんで、ちょっと、今もっと技術上がってるんですけど、もしよかったら映画とかも作って、今頑張ってるんで、フォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。YouTube の方にね作ってる動画いっぱい上げてるんで、もしよかったら動画、ありがとう、みーすけ花火ありがとうございます。みーすけさんから花火いただきました、花火ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。みーすけフォローありがとう、よろしくお願いします。花火ナイス、花火ナイス、うん、ありがとうございます、よろしくね。写真とかも撮ってるんで、写真のお仕事の依頼とかも DM とか LINE いただけたら、全然格安でやりますんで、もし一眼レフの高画質の写真とかが必要な場合は、映像が必要な場合は声かけてください。さとこちゃんおはよう、よろしくね。今日もね撮影の現場に入るんですよ。今日はね、ジンバル撮影って言ってね、こうカメラがウィーンウィーンって動く、こうヌルヌル動くね機材を使って撮影ですね。パソコンはそんなに詳しくないですね、うん、そうなんだよ、うん、俺ね今ね月収15万ぐらいかな、うん、まあギリギリ食えてるけど、アルバイト少し入らないとちょっと生活ができないから、もしよかったら応援していただけると嬉しいです。フォローしたり、
コメント書いたりアイテムだったり何でも構わないんで応援していただけると嬉しいです。ちょっと今落ち目ですね。さっきもあのドルさんとかヒドンナさんと話してたんだけど、和道さん今苦しいねって、この前も見てたよって、喋りづらくなってるねって、頑張ってねってヒドンナさん言ってくれた。落ち込んでない、大丈夫って、喋ってる和道さんみんな待ってるよって言って、もう喋れないの怖くて、コメントがなくて喋れなくて、で負のスパイラルに入ってて、なんとかねこう喋ったり盛り上げたり、なんかリスナーさんと楽しくコミュニケーション取りたいんだけど、ちょっと苦しいね。配信6年やっててこんなの初めて。ここ半年間ぐらいずっと苦しいかな。なんとかねスランプ抜け出したいんだけど、俺はねそれはやっぱり捨て頃かなって思ってんのね。捨て頃で勝って、2回負けてるから、やっぱりそこで見返して評価してもらいたいかな。あ、頑張ったなって、応援しやすい環境を作りたいなって、リスナーさんから応援されやすい環境を作りたいなって思ってる。頑張ります。パソコンは全然詳しくないんだよな。カメラとかは多分配信で、多分一番配信者の中ではカメラは一番詳しいと思いますよ。カメラの相談とか映像の撮り方の相談とか全然喋れますね。 YouTube から来てくれたのありがとう。もしよかったらフォローしてください。 Twitter、ツイキャスト3点セットして、通知登録フォローと、あと Twitter もやってるんで Twitter もフォローしてください。ありがとう、 YouTube から来てくれたんだ。はじめまして、嬉しいですね。よろしくね。まあだからあれだよ、稼ぐ金額と閲覧の数はあんまり関係ないんですよこの世界は。そう、人数があるのは知名度だけど、人気があるとは限らないんだよね。160人が好きか嫌いかはわからないじゃん。おはよう。3年くらいの周期で天気来るから、配信始めて3年で食べれるようになって3年。俺はねだからそれね、実はだから映画とか新しいことやらないとっていう焦りがあって、3年で転換するってね意識してたから、だから3年前は生活保護でご飯食べれなくて、でも続けてる、で配信で食べれるようになった。でも次が見えなかったから、シルバーとか映画制作とか、そう、新しい展開、配信はもちろん続けるんだけど次の展開に行かないとこのままだと潰れるっていう、そういうところは意識してたかな。新しいことを始めないとこの先ないっていう、だからそういう恐怖と毎日戦ってるよ。やっぱねずっと人気な人ってよっさんとか金梅さんとかぐらいでしょ。で、あの横山みどりさんが議員になったぐらいだからね。あ、そうだよ、四つ目の規制はすっごく厳しくなる。あのクリエイター情報って言って、チャンネルを持ってて動画アップロードしてる人はメールとかが来るのね。 YouTube の CEO の動画とかが来るの。 YouTube の社長さんが今後こういう対策しますとか動画とかブログが送られてくるんだけど、規制はもう実際厳しくなってる。テレビと変わらないで、バットボタンも廃止するって言ってるね。あの近々、多分半年か1年かかると思うけど、バットボタンは意味ないって言って、あのバットボタンで荒らす存在っていうのが世界的にもうあの問題になってて、要はコンテンツの内容を見ないで。だから対策打ち方がいくつかあって、バットボタンを押すには、要はグッドボタンとバットボタンを押すには動画を5分見てからとか、要はこいつ嫌いだからって集団でバット押せるわけじゃん。そういうのができなくするっていう、最後まで動画を見てからっていう、そのバットボタングッドボタンで、もう一つはバットボタンを押した時にはアンケートをつけるっていう、なぜこれバットつけたんですかっていう理由をちゃんと書かないとバット押せないようにするっていう、何かしらの対策は打つって、もしくはバットを完全廃止するかなって。
だから、めんどくさいことをしなくなるってことは、バットを押さなくなるわけじゃん。だから、バットボタンを押すときだけは、めんどくさい手間を増やすっていうことね。それで対策を打つって言ってんの。そんなめんどくさいこと誰がするんだよってことは、嫌がらせのバットが減るわけよ。本当に嫌いで、本当に理由があるとき、人だけバットを押すから。そう。ニンニ今日いるよ。コメント打ってるよ。人生抗っていきましょう。つって。ありがとう、ナナちゃん。頑張るね。タバコと酒ドッキリも、もともと、酒とかタバコとかドッキリとかは、結構厳しめだったんだけど、ドッキリが強いかな。ドッキリは OK だったの。ただ、ほら、命を落とす YouTuber が世界的に結構問題になってて、この前も日本であったでしょ？沖縄の海で死んじゃった人って。だから、その過激ななんとかチャレンジとか、なんとかトライとか、あと、アメリカとかだとさ、スケボーをさ、丘からガーって下ったりとかさ、バッククールって言って、ビルとかを飛び抜ける忍者みたいな動きする人とかいるじゃん。高いところ登ったりとか。ああいうのを禁止するっていう。要は、命に関わる問題がある動画はやめる方向にするっていう発表は確定。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。あ、僕はもう全部本音ですね。全部本音でいけますね。人生全部ネタっていうのが僕の座右の銘なんで、はい、悪いところもいいところも全部さらけ出して、あとはみんなに楽しんでもらうっていう、思ったことは全部言います。僕は全部言いますね。隠し事なしでやってますあと物言いはっきりしてるから嫌われやすいんですよ。嫌なやつですよ僕は。まあふわっちのみんな知ってると思うけど、性格くっそ悪いですね。あー、フォローありがとう、よろしくお願いします。あったかいつうか、なんかやっぱフェイクは面白くないじゃん。リアルヒューマンドラマが見たいわけじゃん、配信見てる人は。だから人生ね、いいとこばっかりじゃないから、なんか綺麗に見せようと思ってもボロが出るし、もう年だからさ、俺も33だから、人間悪いところあっていいじゃんっていう感覚かな。悪いところあって全然いいでしょうみたいな、そういうもんしょって。ふわっちもピンク規制、どこで調べればいいの、のんちゃん。それピンクの規制入ったの。ピンク規制ってなんだろう。それ何、お知らせかなんかで見れんのかな。コンテンツが大事ならバットされないような動画にすればいいだけ。バットをさせないのは視聴者の意見をないがしろにしてるだけ。問題になってるのはね、要は2チャンネルとかタヌキみたいなのがアメリカにもあって、で、チームがあるんだよ。そのバットボタンを押して荒らすチームみたいな。要はコンテンツの内容を見ないで集団で1万バットとか押したりして、動画の評価を下げるっていうのが問題になってて。で、それに対して対策するって言ったのが、YouTube の CEO の考え方。俺もやられてるの。もう動画アップロードして、動画まだ1秒も再生されてないのに、10バットとか押されるのね。ってことは、コンテンツの中身に対していいと悪いをしてるわけじゃなくて、その人が嫌いとか嫌がらせをするためにやってるわけじゃん。だからそこを規制するっていう判断。あ、そうなんだ、のんちゃん。そうそう、集団で、なんて言うんだっけな、バットなんとかみたいな、チーム名、そういうことをする人の、要はなんかニコニコ民みたいなもんよ。いたずらでみんなで集団でバーってあいつバット押そうぜ、みたいな。で、そこに対して、そのリスナーに対してペナルティも与えるし、バットボタン自体をなくすっていう方向で考えてるっていう。それは検索したらね、CEO のね、考え方の動画、検索したら出てくるよ。あ、ありがとう。ツイッターもフォローしてくれたの。ありがとうございます。ぜひぜひ、応援よろしくお願いします。もともとね、Facebook とか Twitter とか、他のサイトはグッドしか押してないの。要は、グッドが多いっていうことは、結局バットが少ないとイコールじゃん。だから、いいことだけをシェアしようっていう考え方にもともと始まったんだけど、YouTube はバットもつけちゃったの。だから、俺はグッドだけでいいと思うよ。グッドが多いのがいい動画。で、悪いのは拡散しないっていう。ただ単に、そう、バットボタンをつける意味はないと思ってる。ただ、グッドが少なかったら、あんまり人気がない動画っていう扱いでいいと思う。俺は Google の判断正しいなと思ってるけどね。
難しいよね、そこは。まあでもね、サイト全体的にはアダルトコンテンツであったりとか、要は規制とかどん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 厳しくなるのは間違いないと思う。今だけだよ、こんな警察沙汰で何でもありみたいなのが見れるのは。もう多分ね、3年後とかね、5年後とかはね、そういうのなくなると思う。テレビ見てるみたいな感覚になると思うから。だから昔は良かったねって言うんだと思うよ、今こういうコンテンツを見てるのは。っていうのも、ネットが好きな人からすると、そういう炎上とか神回とか慣れてるからいいけど、一般のネット見ない人からするとただの迷惑なんだよ。普通の人、普通の女子高生、普通の主婦、普通の人からすると不快な行為だから。やっぱりサイトをでかくするとか、これだけインターネットが広まってるっていうことを考えたらしょうがないよね。だってテレビの普及台数よりスマホの方が数が多いわけだから、やっぱテレビに合わせてそれは規制する流れでしょ、どう考えても。これはしょうがないと思う、こればっかりは。時代は変わってくんだよ。だからテレビとかも最初過激だったじゃん、深夜番組でおっぱい出してたし、っていうか夕方にも出してたもんね。夕方にもおっぱい出てたしさ、なんだろう、深夜のトゥナイトとか全然風俗特集とかやってたからね。だから昔のテレビ面白かったもんな、過激で。だけどやっぱりまあ規制は入るよね、しょうがないけど。やっぱ人数が増えてきたらルールは必要になるんだよ。そういうもんなんだよ。しょうがないよね。やっぱり目立とうってするバカが増えちゃうからね。捨て頃道最終章クランクイン、ワト監督おはようございます。なんかすごい凝ってるよね。バレンタインチョコありがとう、バレンタインありがとう、マチルダ。っていうかワドリスは捨て頃のチケット手に入ったのかな、なんか報告ないけど当たったのかな。なんかすごいらしいよ、300席しかなくて、先行販売の便所さんの100枚のチケットが問い合わせ1500人だって。やばくない？ 5 倍だよ、5倍。もう満員御礼でしょ。多分普通の販売のチケットも売れるだろうね。便所さんまた儲かっちゃうね、すごいね。やばいよな。じゃあ僕はそろそろ仕事があるんで終わりにしたいと思います。今日夕方配信するんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。また見に来てくれる人はフォローしてください。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。
悲しみを感じながら叫ぶ、ただ一つだけ。